バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店へ行くでござる。親子でクロックが当たるでござる。いや、川だ。川を渡るのは無理でござる。でも最後まで諦めないでござる。バザールでござる、バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店に行くでござる。トーキーでござるが当たるでござる。いや、バナナだ。でも寄り道はいけないでござる。でも目の前のものには弱いでござる。バザールでござる。夏休み、ああ夏休み、夏休み。バザールでござる。夏休み大作戦。今 NEC の商品で海辺でアロハ、寝るときパジャマ、略してパジャハ当たります。秘蔵メイキング CD ロム公開。バザールでござる、バザールでござる。なぜこのイノシシを私を追いかけるのだ。ふう、でも結果的には NEC のお店に近づいたでござる。ひっくり返してびっくりジャンパーを当てるでござる。あ、もしかしてあのイノシシも NEC のお店に行ったので。バザールでござる。バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店に行くでござる。それにしてもバナナに釣られるとはこの輪には単純で。ん？あー！バザールでござる。毎度アリゲーター。今 NEC の商品で独り占め扇風機当たります。バザールでござる、バザールでバザール。 NEC の商品でキパジャマチャパジャマ当たります。バザールでござる、バザールでバザール。バザールでござる。インターネット、インターネット、インターネットのことなら私に任せるでござる。カシャカシャカシャの黒丸コムと。それドットコムって言うんじゃないの。そういえばパソコン売り場ドットコムでいた。バザールでござる。ドットコム。パソコンなのにすっごくいい音。びっくりシマリス。サウンドビューは画面全体がスピーカーでござる。びっくりシマリス。触ってみると音の秘密がわかります。びっくりシマリス、びっくりシマリス。バザールでござる。サウンドビューにびっくりシマリス。運動不足解消マシン当たります。はーるばる来たぜ NEC。 財布忘れたのでまた来ます。バザールでござる。 NEC のお店レッツモー。 PC98 でバザールパジャマもうちゃん枕当たります。バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店に行くでござる。親バッグ、子バッグ、孫バッグ、ひ孫バッグが当たるでござる。あとは下るだけでござる。人生食われば楽ありでござる。あー、バザールでござる。ゴダールでござる、ビネガーでござる、デッサンでござる、ショコラでござる、ジャンクロール、スモール、バザールでござる。バザールでござるの秘密が今明かされる。 PC98 秘密の小箱。 NEC のお店に来たれ。バザールでござるの秘密。バザールでござる、バザールでござる。 NEC のお店に急ぐでござる。おんぶでリュックが当たるでござる。でもロープで渡るのは怖いでござる。やっぱり地道に歩くでござる。あー！バザールでござる。バザールでござる、バザールでござる。ともかく NEC のお店に近づいたでござる。おんぶでリュックが当たるでござる。それにしてもロープで渡るのは怖かったでござる。今度こそ地道に歩く。あー！バザールでござる。さあさあ皆さん、歌うでござる、踊るでござる。バザール三兄弟音頭の始まりでござる。あ、そうれ。兄でござる、弟でござる。バザール三兄弟の夏祭り。あ、よいしょ。兄はクロール、弟はスモール。おなじみバザール次男坊。性格バラバラ違いはあるが、みんな揃ってバナナ好き。みんなで踊れば楽しいでござる。踊る世間に鬼はなし。祭りでござる、祭りでござる。バザール三兄弟の夏祭り。